すすりなく王像、山本周五郎「まあんて清吉は色が白いのだろう」「カビ臭い匂いのこもった土蔵の二階である鎧びつや長持ちや洋ダンスを積み重ねた狭い片隅にじっと身を潜めていたお通は」 今しも絵画から自分を探しに来た清吉の姿をそっと覗きながら口の中でつぶやいた「目も大きくて綺麗だし髪も漆のようにつやつやと美しいしまるで女の子みたいだわ」しかしそういうお通も近所で評判の器量よしだった日本橋通り油町で有名な骨董商。 霜膨れの京人形のような面ざしに大好きな東神曲げがよく似合って伝説のかぐや姫とはこういう美しさかと思われるくらいであった清吉は二つ違いの十五お通とはいとこ同士にあたるみなしごで十の年からの 棚へ引き取られ小僧たちと一緒に働いている口数の少ない利口な性質で皆からも可愛がられていたがとにお通はいつもそばから離さず「すごろくだの手まりだのと」となくてはならぬ遊び相手にしていた今日もこうして朝から子供のようにかくれんぼをして遊んでいるのだ 変だなここじゃないのかしら」「がしあぐねて、いつぶやいた。確かに二階へ来たと思ったんだけど店蔵の方かしら」「お通はおかしくてたまらず我慢に我慢をしていたけれど清吉のいかにも困った顔つきを見るととうとうプッと笑い出してしまった。 あ、見つけたほほ <laughs> ダメよダメよお通は隠れ場所から出て甘えるように聖吉の手を握って振りながら「今のは私が笑ったから見つかったのだわ聖吉ったらわざと困ったふうをするんですものおかしくてダメよそんなことってありませんよ」。は恥ずかしそうに、 握られた手を離して。独り言を言っちゃいけないって決まりはありませんからね。笑ったのは、お通様が悪いんです。今度は聖吉が隠れますから、お通様はここで、六十数えるんですよ。ずるいわ。今のは聖吉が悪いのよ。じゃあ今度は、お通様もなさればいいでしょう。うさあ、隠れますよ。そう言い捨てると聖吉は、 走るようにたへ降りて行った「もう大抵のところは隠れ尽くしている」「清吉は倉を出るとしばらくあちらこちらと選んでいたが中の間棚と奥との間にある部屋で鎧道具や刀剣などが並べてあるそこへ来たときふと子の上に飾ってある大鎧に目をつけた」。 そうだあの仲がいいうなずいて手早く鎧を取り下ろしそれを身につけ兜をかぶって筆の上へあぐらをかいたそれとほとんど同時に棚の方から人の来る足音がしてすっと襖が開いた「もうお父様が来たのか?と」と兜のまびさしの下から見ると 入ってきたのは番頭の東兵衛とお出入り屋敷である島津家の洋人津田直樹の二人であったこれは困ったぞやかまし屋の番頭に見つかったら怒鳴られるに違いないお通さまが来なければいいがそう思って息を殺していると東兵衛と直樹は正吉のすぐ目の下に相対して座った 当方の支度はすっかりできている。津田直樹が低い声で言った。約束の日芸はもうあさってであるが、その方の手順はどうじゃ手前の方もかの品さえ片付けますれば。うかつにいたすとし存じる。万々間違いのない方法を取らねばならんぞ。それでございます。 東兵衛は一ひひざ乗り出してご覧のとおりの家で大切なお品をしっかりと収める場所がございませんどうでございましょうか津田様のごべったく向島の家か確かお庭の広人すぎというほらのある古すぎがございましたはずうまいなるほど あそこなら申し分なしだし誰か参ります」と兵衛はふいに直樹の言葉を制すると素早く立ち上がって棚の方へ出て行った2人が出て行くのとほとんど入れ違いに奥の方の襖が入いてお通が入ってきたもう探し疲れている様子で中の間の中央に立ったまま しばらく辺りを見回していたが、室の上に飾ってある鎧がぐらっと動くのを見て、あ見つけたと叫びながら走り寄った。この叫び声があまりに突然だったので、清吉は浪漫したものか、質の上へ避けるように立ち上がったが、その途端に質がぐらっと横へ倒れかかり、清吉は、 鎧かぶとをつけたままのけさまに後ろへダーッと落ちたその時お通はかぶとの鉢が床柱へ激しく当たる気味の悪い音をはっきりと聞いたちちょっとこちらへ。医者の丸山道玄は立ちながら主の自兵を手招きした。 おつうは早くもそれを悟って父の後からそっと立っていった「筆の上から落ちた時気絶したまま清吉はこんこんと眠っている強いて呼び覚ましてもぼんやりと目を開くだけで口もきけず人の声もわからぬらしい」「そこで国長の医者道元を招いたのである」 どうも少し難しゅうございますな次のままで来ると道元は首をかしげながら言ったひどく頭を打った模様ですっかり脳を痛めております命にかかわるようなことはないが耳も駄目だし舌も動きません悪くするとこのまま白痴になるかもしれぬ」。 え白口に他の傷と違って頭の中のことゆえこればかりは薬の力でどうするというわけにもいかずできるだけ手は尽くしてみますがお通はぼう然と立ちすくんでしまったあのきれいな顔つき利口な優しい清吉が 耳も聞こえず口も聞けぬ白痴になるなんて夢にも考えられないことだ思えばあの時自分が出し抜けに大きな声で叫んだのが悪かった清吉はあの声に驚いて後ろへ落ちたのだもし本当にこのまま白痴になってしまうとしたら「私のせいだわみんな私の」。 おつうが病前戻ってくると、清吉はぽっかりと目を開いていた。清吉、清吉、私がわかる。おつうは枕元に座って、顔を重ねるようにしながら読んだ。そばに看護していたばあやのお家事もじっと覗き込むようにしたが、清吉の瞳はまるでうつろに空を見るばかりだった。 わか清吉私の顔が見えないのこの声が聞こえないの清吉お嬢様そんなに気をおやみになってはお体に障りますからでもお通のせいなんだものそんなバカなことをおっしゃってはいえ本当なの子供みたいにかくれんぼなんかしたのが悪かったのよ私があんな大声を出さなかったら こんなことにはならなかったんだわ。清吉。おつうは、清吉の肩をゆすりながら。かんにしておくれ。おつうを。かんにして。肩にさわられて、初めてわかったのか。清吉はぼんやりと目を動かし、唇をだらしなくあけて、みょうなのどごえを出した。 全くあろうの顔である「お通はそれを見ると胸を締めつけられるように悲しくなりわーっとそこへ泣きふしてしまった」「別にどこと言ってけがをしたわけではないのであくる日になると清吉は一人で起きだしたが道玄の言ったとおりまるで白地も同様で棚や奥を ううろうろと歩き回るかと思うとうらの空き地にぼんやり立っていたが庭の池をのぞきながらニヤニヤひとり笑いをしているばかり誰の顔も見分けがつかず何を言われても感じない様子だったお通は身も世もない悲しさに清吉の姿を見るとはなき ダメだとは知りながらそばへ行っては話しかけるのだった「幸福は一人で来るが不幸は友を呼ぶ」という十三の今日まで世の悲しみも苦しみも知らず気づい気ままに幸せな日を送ってきたお通が生まれて初めての不幸な出来事に胸も潰れるかと泣き悲しんでいる時 ともっと大きな不運が続いてこの家を見舞っていたそれはその日から二日目のことであったおつうが正吉と一緒に庭を歩いているとおつうさ、ま、おつうさ、ま、と小僧の貞次郎が呼びに来た旦那様がお呼びです私に御用なのええ大変なことができたんです 薩摩様からお侍が見えて、旦那様を連れて行くと言って騒いでいるんです。何事が起こったのだろう。薩摩の島津家といえば、長年、お出入りのお屋敷である。何のために父を連れて行こうというのか。奥座敷ですから。早くいらしてください。すぐ行くわ。お前、聖吉を見ていておくれ。一人で置くと危ないから、気をつけてね。 お通は小走りに縁へ上がると不安な胸騒ぎを感じながら奥座敷へ入っていった奥座敷の神座には島津家の用人津田直樹と何度役貝原左膳、秋山庄兵衛の3人が座っていた主人の治兵はその前に 番頭のおとうべ手代の与吉と共にかしこまっていたがお通が入ってくると「話すことがあるからここへお座り」そう言ってそばへ座らせた「こちらにいらっしゃるのは島津家のご家来方でお前もお顔は知っていようこれから話すこと気を落ち着けてよく聞くのだ」。 ちょうど四十日前のことだったがこの津田様がお見えになって島津様ご家宝の兜をお預けになった拙者が話そう津田直樹が遮っていったその兜は三百年この方薩摩家門外不出の家宝で総長伝来の二つとない品であるが 久しく手入れをしなかったので四十日の期限をもって統計、へちり払いを命じたのだしかるに木を受け取りに参るとその兜が紛失しているという話なのだ父様それは本当ですの本当なのだ自兵は苦しげに目を伏せて大切なおしなゆえ 誰の手にもかけず、私が預かって丁寧にお手入れをしていたのだが、おとといの朝倉から出そうとすると、空椅子の中は空で、カブトがない。まあ、外から盗っ人の入った様子もなし、番頭の藤兵衛と一緒に家中隅から隅まで探したが、 どこにも見つからないのだ。先日も参って、固く当兵に申し付けた。直樹は番頭を睨んで、大切なお品ゆえ、万々、間違いのないようにと、くれぐれも念を押したのに、この不始末、拙者の役目として、切腹しても愛すまぬ重大事だ。それゆえ主人自兵は、 兜の出てくるまで屋敷へ預かる。父様お連れなされただけで、兜が出て参りましょうか。お通が機上に言った。それより、もうしばらくお待ちくださいまし。黙れ大切なご家宝を紛失したからには、島津家にとって許し難い罪人も同様、召し連れて押し込めにするのは当然のことだ。 もし自兵が助けたくば一度力を合わせて一日も早く兜を探し出すがよいそれまではたとえどんなことがあっても母さんからそのつもりでおれ嫌です父様を連れて行っては嫌です兜はきっと探しますからそれだけは管理してくださいましならん自兵立ていけません 父様、言ってはいや泣きながら父に飛びつこうとするのを「お嬢様お静かになさいまし」と東兵衛が抱きとめた私どももさっきからお頼み申しているのですがこちらに落ち度があるのでどうにもお願いのいたしようがございません後で何とか考えますまた来て ととを探し出して、一日も早く旦那様をお迎えに参りますから、どうか心配せずに待っていてくださいまし。おつ、見苦しいではないか。治平も言葉激しく叱った。お前も今年は十三。訳が分かったら泣き騒ぐには及ばない。あとのことは当兵と。 よきちに頼んであるから。お前はおとなしく留守をしていればいいのだ。さ、泣き止んで。はい。ばあやの言うことをよく聞くのだぞ。自兵は、お通の涙を拭いてやりながら。とうべえ、よきち。ほい。かぶとのこと。 棚のことも頼んだぞ。かしこまりました二人はあふれ出る涙を拭いながらそこへ手をついた津田直樹に引き立てられてゆく父の姿お通は見るに堪えなくなって奥の間に走ってくるといきなりばあやの膝へ泣き伏した「こんな時」 母さんがいらした5つの年に死んだという顔もはっきり覚えていない母のことがこの時ほど恋しく思ったことはなかった「お嬢様しっかり遊ばすんですよ」。おかじは声を励ましていった「旦那様はすぐに帰っていらっしゃいますが」。 それまではあなたがこの家のご主人なのですからね。でももし、もしカブトが出てこなかったらどうしよう。そんなことがございますものか。番頭さんも手代さんもお棚には大勢いるんですから、手を尽くして探せばきっと出てくるに違いありません。そんなことは心配せずに、 かりとお留守をなさるんです。そんなにたやすく、かたずくであろうか。正吉のことといい、今度の事件といい、十三の乙女の心には背負いきれぬ大きな不運である。誰お家事の声に涙の目で振り返ると、いつ来たか部屋の入り口に正吉が立った。 ニタニタと締まりのない笑いを浮かべていた「ああ、ちさえもとの体ならどんなに気強いかしれないのに」お通はむせぶようにつぶやいたどんなに泣き悲しんだところでとを探し出さなければ父は帰っては来ないまだ十三の少女ながら おつはやがて心を取り直すと藤兵衛や与吉とともに兜探しを始めた兜の入れてあったというからびつも何度か丹念に調べたし蔵の隅々床下からそれこそ天井板を剥がしてまで探したがどこからも兜は発見されなかったおかしいわ。 おつうはため息をつきながら考えた「ほかのものと違って大きいのだしそれに総長伝来のかぶとなんて二つとない宝物というのだからたとえ盗んだって売ればすぐ見つかってしまうはずだわ」「そんな危険なものを普通のものが盗むはずはないそれよりもっと手軽に売れる高価なものがたくさんあるのだ」 何のためにわざわざそんな見つかりやすい品を盗む必要があろう。でも兜なんて大きなものがそうたやすくなくなるというのも考えられないし結局どうにも見当がつかなかった。こうして五日たち十日たちして半月ほどは夢のように過ぎた。 ある日のことお通が何気なく棚ののれん口を通りかかると小僧たちが何やらひそひそ話をしている中に自分の名を聞きつけたからふと立ち止まった「うそつけそんなことがあってたまるもんかうそじゃねえほんとなんだ」「定次郎の声である」「知らないのは私たちばかりで」 世間じゃ大変な評判だぜ。現に私が昨夜行って見てきたんだ。本当に泣いてたか。泣いたとも、すごい声で泣くんだ。二王様のすすり泣きだから、どんなにすごいかってことはわかるだろう。私はぞっとしてガタガタ足が、へるえちゃった。それで、お通様のこと言うのかうん。サダジロはぐっと声を低めて。 しばらくすすり泣きをしたと思うとな。通り油町の泉屋の娘は親不幸だ。父親を水郎へ入れて知らん顔してるって。定次郎お通は溜まりかねて棚へ出た。定次郎をはじめ小僧たちは行転して座り直す。今の話は何のこと言ってごらん。ええ。 ごめんくださいまし。ごめんくださいじゃないわ。私が父様を水楼へ入れて平気でいるなんて嘘をつくのも大概に惜しい。私が言ったんじゃありません。誰が言ったの誰がそんなこと二王様なんです。方針寺の二王様が言ったんです。バカなことを言いでない。本当なんです。近所で聞いてもわかります。もう10日も前からの評判なんですから。 二王様が口をきくそんなバカなことがあるはずはないしかし定次郎の話はこうだった通り油町から堀留の方へ2丁余り行くと方神寺という寺があるその山門にやもめ仁王と俗に呼ばれる金剛力士の像が一体だけあった五年ほど前の火事で一体は焼け たけのこったのを寺が貧乏なためそのまま置いてあるそれでやもめ仁王といわれているのだがそれが10日ほど前から深夜になると「しゅうしゅう」とすすり泣きの声を上げるといううわさが立った「深夜に,にうの像がなくこんな奇怪なうわさが広まらぬはずはない。 方針寺へ集まる人々は夜ごとに数を増していった私も初めは嘘だと思っていたんですが横丁の魚剣の三公が行って確かに泣くのを聞いてきたというもんですからゆうべお棚が閉まってからそっと行ってみたんですそうすると本当に仁王様が泣いたのそして私のこと親不孝だって言ったの そればかりじゃないんです。定次郎は、口拍子に乗って。しまいには、お奉行の大岡様の悪口まで言うんです。泉屋の娘は、父親を見殺しにする。あんな人手なしの娘を捨ておくなんて、大岡へ事前の神は大馬鹿者だ。そんなことまで言いました。誰かのいたずらだわ。みんなそう言っていました。 それで山門の中をすっかり探したんだそうですがどこにも隠れてるやつはなかったんですってお通はきっと唇をかみしめながらそこを去った世の中には不思議なことは少なくないけれどどう考えても木で掘った仁王様がすすり泣きをしたり 人の悪口を言うなんて想像もつかないことだ。しかも何のために私を親不幸だなんて言うのだろう。何か訳があるんだわ。誰かが私を苦しめようとしているに違いないわ。重ね重ね襲いかかってくる不気味な出来事にお通は今や身動きもならぬような。 恐ろしさを感じながら、披露宴の方を通って奥へ行こうとすると、いきなり聖吉がおってきて、ああ、ああ、ああ。妙な声を出しながら、お通の方を押すように中の前へ連れていった。中の前へ行ってみると、東米と手代の与吉が大声に争っているところだった。 そんな大きな声でどうしたのあ、お嬢様。与吉は青白い顔を振り向けて。いいところへ来てくださいました。今日まで黙って見ていましたが、あまり無茶だから申し上げます。どういう考えか知れませんが、藤兵衛さんは蔵の中から高価な品物を持ち出して、片っ端から二足三門に叩き打っているんです。 これでは泉屋の棚も十日とたたのうちに潰れてしまいます。藤兵衛それ、本当なの本当でございます。藤兵衛は、苦しげに目を伏せた。若い与吉は、なおも荒々しい言葉つきで。お金ダンスの中のお金は目立って減るし、お棚の品は叩き売るし、これでは旦那様から、 頼むと言われたことがみんなめちゃくちゃです仕方がないんだと兵衛は短足するように言ったたとえお棚がつぶれたって仕方がないんだどんな無茶をしても旦那様をお助けするためにはお金がいるんだから父様、助けるお嬢様、 唐兵衛は悲しげに目を伏せて「今日までこんなに苦心して探しても総長の兜は出てきません」噂に聞くと旦那様は島津屋敷でお気の毒にも水郎の中へ入れられているということですお通は思わず身震いをした「水郎では本当に水郎なんかへ」 いれれられていらてっしゃるのね。お屋敷の人が言うのですからうそではございますまいこうなればめんめんと兜の出てくるのを待ってはいられません津田様にはお願いして役目向きの方々へお金を送り一日も早く旦那様を水郎からお助けしたいと。 無茶を承知でお金を作っているのですお金があれば父様は助かるの私の口から助かるとは申し上げかねますが津田様のお話によりますと今までやったお金が役に立ったからご重役がもう二人ほど承知すれば水郎から出すことができるというわけです。いいわ お金を作ってちょう,だいおつうはうなずいて言った「父様を助けするためならおなを潰して私が裸になってもいいわ」「早くお金を作って助けてあげてちょうだい」「よきち、お前これでも文句があるか」「う兵いが静かに見やるとよきちは訳が分かったらしく」。 すみません。とそこへ手をついた。そんなこととは知らず、つまらぬ疑いをかけて、今更お詫びの言葉もございません。わかればいいのだ。お互いに棚のため、旦那様のためを思えばこそなんだから。改めてわびるには及ばないよ。それより話がわかったら、津田様のところへ使いに行ってきてもらおうかね。 はい。すぐでございますか。お金を持って行くのだから、日の暮れないうちがいいだろう。と言っているところへ、小僧が足早にやってきて、津田様がお見えになりました。と伝えた。ああ、いけない。当兵は膝を叩いて、今日お届けすると言っておいたのについ遅れた。すぐここへ。 お通し申しておくれかしこまりました小僧が去ると振り返って与吉もお嬢様も向こうへ行っていてくださいまし先方からお金を取りに来るようならもう閉めたものですえまくすると案外早く話が運ぶかもしれませんまあうれしい本当にそうなるといいわね ようこそ、しっかりと掛け合ってみます。藤兵衛は力強く微笑した。お通話、奥へよきちは田苗2人が去ってゆくと間もなく、島津家4人の津田直樹が入ってきた。藤兵衛は陰々に迎えながら。ようこそ。さあ、これへどうぞ。 どうだだいぶ日もたつが早朝のかぶとは見つかったかむずと座りながら直樹は大声に言った。早くいたさぬと取り返しがつかぬぞ。はあしゅしゅ手を尽くして探しまするがまだ探し出すことはできぬかたとえ陣通力を持ちましてもとと兵衛は。 唇で笑いながら、向こう島の孔人杉のあたりとは知れますまい。ち、誰かいる。ぎょっとして振り返る当兵衛、部屋の隅に立ててある屏風の影に、ぼんやり立っているものがあるから、誰だと怒鳴りながら言ってみると、だらりとよだれを垂らしたまま、聖吉が佇んでいた。 なんだ、聖吉じゃないか。何者だ、そいつ。老で、推しで、白地という、三拍子揃った因果なやつです。こやつなら心配はありません。さ、あっちへ行っていろ。と言っただけでは聞こえないのか、しょうのないバカだ。うわ、うわ、うわ、うわ。けがわからない。さあ、行け行け。 唐兵衛は邪剣に清吉を押し出しぴったり襖を閉めて座へ座った「町はすっかり寝静まって鼻をつままれてもわからぬような闇である」「お通は夢中で家を抜け出してきたが法針寺の山門近くまで来るとさすがに闇の怖さがひしひしと身に迫って来なければよかった と何度も後悔した貞次郎の話を聞いたお通はどうしても自分の耳で事実を確かめたいと思いみんなの寝るのを待ちかねて出てきたのだがこんな夜更けといいまして怪奇な仁王像を見に行くかと思うと足のすくむ思いがする」「でもここまで来てしまったのだもの思い切って行くより仕方がないわ」 自分で自分を励ましながら家の軒先伝いに山門の方へ近寄っていったするとちょうどお通が山門の脇までたどり着いた時覆面をした立派な武士が数名の取り方役人に御用提灯を持たせて山門の前へ歩み寄るところだったお通がそっと木陰に隠れて見ていると。 覆面の武士は仁王像の正面へ進んで、法神寺の仁王と錆びのある静かな声で呼びかけた。その方は、大岡越前を馬鹿者だと罵っているそうだな。木造の文在で余語と声を発するさえ機械なるに、天下の町奉行に対して悪行いたすとは何事だ。 町奉行は恐れ多くも将軍家のお眼鏡にて是非善悪を正す役目。これを罵ることは将軍家を罵るも同然であるぞ。身が大岡越前じゃ何が故に馬鹿者であるか思才を申せ返答によっては木造たりとも捨ておかんぞ。天下の名分行。

すすり泣きをし始めた初めは低く次第に強くなり訴えるようなむせぶような声が果ては高々かかと闇を塗って響き出した鬼が泣くとはこういう声であろうか亡霊が泣くとはこうであろうか聞く者の骨に染み通り血を凍らせるような不気味さ お通は恐ろしさのあまり危うく叫び声を上げようとしたするとその時仁王像がすすり泣きの中から越前はバカだと言い始めた町奉行のくせに世間の大事も知らぬバカ者だ通り油町の 小泉や治兵の娘おつうというのは親を水牢の中へ押し込め死にかかっているのに助けようともせぬ極悪非道の不幸ものだ。まあ、おつうは意外な言葉に仰天した自分が父を。 水の中へ押し込め殺そうとしている大悪人とは仁王像はなおも続けた番頭も手代もみんな手伝っている早くお縄にかけて調べないと治兵は娘の手にかかって殺されてしまうぞ。 こんな大悪事を知らぬ越前は天下の馬鹿者だ。そう言われても仕方がないであろう。どうだ越前。黙れ黙く越前の神は大声に叫んだ。たとえどのようなことがあろうと、分業職に向かって悪行するとは無礼しごく。 その方から先に取り調べるそれ。に王うぞを召し取れはと言ったが、取り方役人もいささかめんくらって、いくらなんでも三門の仁王様を召し取るなんて、前代未聞のことだ。本当かしらと迷っていると、越前の神は声を怒らせて。えい 何を躊躇いたす越前の申し付けじゃ縄打って引き立ていいあ御用だ神妙にいたせ神妙にいたせと言ったところで相手が木造だから張り合いがないカキを破って踏み込むと本当に匂をさまえ縄をかけてしまったまさにこれこそ大捕り物であろうお通は 珍しいことの成り行きに自分のことも忘れてぼうと木陰から見守っていたが越前守一行が仁王像を車へつけて運び去ると初めて我に帰ってほっと吐息をついたそのとたん後ろから肩を叩きながら「ううう」おうおうというものがあった。あ。 跳ね上がるほど驚いて振り返ると、そこに正規地がにやにや笑いながら立っている。まあ正規地じゃないの。うんうんうん。白地ながらおツーの身を暗じてきたものか、しきりに家の方を指さしながらまわらの下をもぐもぐさせている。ああ、迎えに来てくれたのね。ありがとうよ。 今あの二王様が私の悪口を言ったのでも王家様に召し取られていったわおうう,うおうかわいそうに何を言ってもわからないのねさあ早く帰りましょうお通は優しく正吉の手を握ったそのあくる朝であった 泉屋の棚がまだ大友明けぬ自分町奉行好きのりき同心が取り方を従えて突然踏み込みお通をはじめバーや番頭手代小僧女中まで一網打尽に召し取った上帳簿や金ダンスなどをすっかりまとめて引き上げたお通はまだ少女のこととて この突然の出来事に何を考える力もなくなりまるで気抜けのようにおしらすへ呼び出されるまでただぼう然とされるままになっていった一同の者がしらすへ引き出されたのはそれから三日目のことであった神座には王岡越前守はじめよりき力き役吟味方などがいならんでいるやがて しらすの砂利の上へ例の二王像と泉屋の者のが引き据えられると時刻の北た合図とともにまず銀味方が一同の名を呼び上げ年齢を正してからその書物を越前守に渡して引き下がった越前守はずっと見下ろして「泉屋娘おつその方は父親を 水郎の中へ押し込め、死にかかっているものを平気で見殺しにしようとしているそうだが、事実であるかどうか。夢にも存じませぬ。お通はきっぱりと答えた。知らぬ。そうか。しかしその方には、自兵という父親があるであろう。はい。その父親はどうした どこにいる「お通は答えられなかった父が島津家にいるといえば自然と天下のポを総長の兜を紛失した不始末が知れるそうなれば一族死罪になると藤兵から言われていたしかし父殺しの疑いを受けているのだから答えないわけにはゆかぬ。 どうしたらいいかと思っていると、申し上げますと藤兵が言った。主治兵は半月ほど以前、商用のため髪型筋へ旅立ちましてございます。髪方とはどことどこじゃは、そ、その、今日、なら。言いかけたとき、ふいに仁王像が。 嘘だ嘘だ藤兵衛は嘘をつく」と例のむせぶような声で言ったいならんだ人々はぎょっとして「あっまた仁王様と色を変えるお通は先夜その仁王像に極悪非道の不幸者と言われたことを思い出して「お奉行様に申し上げます」。 と向きっって藤兵衛は父が髪型へ参ったと言いましたけれど実は島津様のお屋敷に押し込められているのでございます島津家に押し込められたとしてその訳はお聞きくださいましお通は藤兵が袖を引いて止めようとするのを振り切って 『兜の散り払いを』頼まれたことからその紛失父を連れていかれた思才を歯切れよく語った『そういうわけで決して私が水郎へ入れたなどということはございませぬそれでもご不信が晴れませぬならどうぞ島津様へお問い合わせくださいますよ』。 そうか、それでよくわかった。越前ノ神はうなずいて、東兵、陽吉、それにそういないか。ほ、恐れながら、そうい,いございません。もう嘘だとは言えなかった。二人が恐れいって平伏するのをしばらく越前ノ神は見合っていたが。 ついては、改めて尋ねるが、棚より召し上げてきた帳簿と金ダンス。詳しく取り調べたところ、およそ一万両近く不足している。しかも自兵衛が島津家へ去った後のことだが、これだけ多額の金子を何に使用したか。東兵衛。あ、それは。申してみ。 この旅は嘘を言うと許さんぞ。予吉申し上げます。思い切ったように予吉が表を上げた。実は、主人自兵を助け出しますため、島付け、ご重役の方々へ、礼金として差し上げ。黙れ黙れ越前の守は、大声に叱りつけた。町人どもなら知らぬこと。 仮にも島津家ご家中の武士たる者が不正の賄いな,いなどに目をくらまされると思うかとうべえを上げい越前守はピタッとセンスで畳をたたき一部もすかさぬ鋭い調子でいったさてさてその方は愚か者だなかような下手細工をして。 あっぱれ越前の目を免れる期間島津家重役へ礼金として送ったとは偽り実は一万両の金子はその方が盗み取ったのであろうめめっそうもない仰せまだある早朝の兜紛失したと申すがそれもその方がいずれかへ隠したはずだ 決してさような言うな答兵これは初めよりその方が企んだ仕事だ泉谷の財産を横領するため島津家容人と結託なしちり払いのため預かった兜をその方がわざと取り隠し自兵を島津家へ押し込めにした上留守の間に泉谷の財産を盗もうと図ったのだ。 事前の目で見れば明明白白それにそういやるまいどうだ恐れながら東兵は必死になって決してさようなことはございませぬ第一私に総長のかぶとをどう取りくすことができましょうや すでに家中くまなく探しましても見つからず床下屋根裏までも手を尽くしてまだ場所が残っている再び仁王像が言った人々は殴られたように振り返った仁王像は続けて津田直樹の別宅向こう島の家の庭に 孔人杉という古い木がある。その洞の中を探してみるがいい。兜はそこにある。おお<う>。当兵は死人のようにをざめた。途端に越前守が、その仁王の後ろに誰がいるこれ引き出して参ると命じた。 玄関に2人下役の者がバラバラと仁王像の後ろへ走り寄ったがそれより先に自分からぬっとそこへ現れたものがある意外にもそれは聖吉であったあ聖吉お通は驚いてお奉行様に申し上げますこれは聖吉と申しまして。 耳も口も口不自由な「いえ違いますお通様」「聖吉がはっきりと言った」「はあ」という驚きの声が皆の口をついて出た今の今まであろうの白痴と思っていた聖吉が顔つきも引き締まり身ごなしも正しくしかもはっきりと口が聞けるのだ。 夢ではないかと呆れている。人々を背に聖吉はぴたりと座って。今日まで。あろうのふうをしてきましたが、実は耳も聞こえ、口もきけたのです。なぜそんな真似をしたか、それはもう言わなくともお分かりでございましょう。藤兵衛さんと津田直樹さんの悪い陰謀を探り出すためだったのです。うん それではこれは貴様のお仕事だなはがみをするいかにもその通り私があろうの白痴だと思って公人杉のほらのことまでベラベラしゃべったろうあれもすっかり聞いていたのだクサ破れかぶれだわめくと一緒にジーっとつかみかかる清吉は身軽に引っ張た。 バズすと逆手を取ってぐいぐい締め上げ力任せに砂利の上へ叩きつける途端にはせ寄った下役人がたちまち高手小手に縛り上げてしまった始終を見ていた越前神は「一同しすばれ!と」と騒ぎ立つ人々を制して「聖吉とやら神妙な致し方である」。 改めてことの思才を申し立てるがいい。ありがとう存じます。お通様もよくお聞きくださいまし。清吉は膝を正して言った。かくれんぼをしたあの日私が中の間の鎧の中に隠れますとすぐ藤兵と津田直樹の二人がやってきました。出るに出られずそのまま話を聞いていますと。 大切な品を隠してどうするとか迂かつにすると子孫ずるとかしきりに密談をする様子が確かに悪だくみと存じましてこれは一大事といろいろ考えたあげくわざとあろうになって彼らに油断させ計略の裏を書いたのでございました果たして彼らは兜を取り隠し旦那様を島津家へ押し込めた上 財産の横領に取り掛かりましたが危ないところでお奉行様のお縄にかかりどうやら無事に「待て待て正吉越前守が静かに遮っていったその他にまだあるぞそこにある方心寺の仁を夜な夜なすすり泣いてお通を親不幸者と ののしり、またこの越前を馬鹿者とののしったが、それはそなたの仕業であろう。あ恐れ入りました。なぜそのような真似をいたしたか。申し上げます。津田直樹は悪人ながら、島津様のご家来です。普通に訴え出ても、お取り上げにはなりません。それゆえ、お嬢様にお命を着せ、 恐れながらお奉行様の悪行まで申しました。こうすれば必ず大岡越前の神様がお捨て置きになさらぬと思ったからでございます。よくぞそこに気がついた。越前の神はにっこり笑って言った。少年ながらあっぱれな死案、褒め取らす。しかし。 越前もバカ者と呼ばれたのは今度が初めてだぞそう言って明るく笑う越前守の,の声にらすの人々も役人たちも思わず笑いを誘われたお通はよみがえったように無料のうれしさを瞳に込めながらつと清吉の方へ手を伸ばした帰ったらまた ししましょう。清吉は低くささやいた「今度は見つかってもあろうにはなりませんよ。まっ!」。お通は優しくにらんで頬を染めた「総長伝来の兜は鴻神杉の洞の中から発見された」。無論自兵は無事に帰ったし藤兵衛は牢へ入れられ。 津田直樹は島津家を追われて行方知れず泉屋には再び幸福と平和の日が戻ったのである。